中学受験どっちがどっち。北谷先生、今日どっちは受験教育の古典本どっちがどっち。受験本については前もなんかね、はい、やったと思うんですけども、はい、まあ、今日はなんとなく第2弾みたいな感じで、うん、まあ、ちょっとテーマがあって、はい、まあ、例によってちょっと古典的なやつ、はい、なんですけれども、勉強を真正面からこうだっていうふうな感じで言ってるわけではない本、うんうんうん、とかをまあ取り上げている感じですね、うんうん、そうですね、はい、じゃあ早速いってみましょう、はい、まずこれですね。この簡単なしつけで成績が上がる、で、あの勝山正美先生ですね、うん、これはまあ有名な灘校の、うん、校長先生ですね、はい、で、まあ灘校が、まあ、東大合格者を出す、うん、まあ、屈指の名門校になった、まあ、礎を築いたみたいなことをまあ言われている先生ですよね、うんうん、まあ、その昔はですね、まあ、有名なことだけど東京の日比谷高校が、はい、東大合格者ナンバーワンだったんだけど、うん、それがガーッと逆転したということなんですね、うんうん、まあ、これはいろんな何ていうのかな、教育制度のいろんな問題とかもあって、まあ、問題というか教育制度が変革されたとかいうことがあって、まあ、そういうこともあったんだけど、まあ、とにかくこの勝山先生の時に灘は大躍進したということで、まあ、受験の神様のように昔言われていたような人ですね。で、まあ、この人がですね、成績を上げるのに今どうするんだっていうことで、簡単なしつけで成績が上がると書いてるんですね。この勉強はこうやれ、これはこう覚えろとか書いてるわけじゃないんですよ。しつけが重要だっていうことを書いてるんですね、はい、でしかもこれやっぱり昔の本らしくね、もう字もびっちり詰まっていて、うん、めちゃくちゃ内容豊富ですよねそうですね、そうだから今時のね、今時の教育本もたくさん出てますけど、今時の本って結構字がスカスカで、はい、テーマ1つか2つぐらいな感じですけど、そうですね、これはもう多分今時の教育本5冊か6冊分ぐらい入ってますよね、うん、そうですね、目次すごいですよね。そうですね、これ目次だけでも勉強になるなみたいな感じそうです、はい、でちょっとまあ見てみますと、まあ、いろんなことあるんですけど、はい、例えば子どもの勉強部屋は本当に必要なのだろうか、うん、まあ、これは今時よく言われることですね、はい、まあ、その走りかもしれないですよね、うん、とか、夫婦の会話がきちんとした文章になっているだろうか、うん、ですね、まあ、これはまあちょっと古い感じかな、まあ、今はシングルもありますので、うん、ですけど、まあ、子供と喋るときにちゃんと喋ってるのかということですよね、うん、あとは自信のない親は真に叱ることも褒めることもできない、うん、これちょっと耳が痛い話ではありますが叱ることも褒めることもということですね、両面ですね、うんうん、で次が叱り方は褒め方よりも難しい、うん、まあ、そうですね、うん、次が後始末を身につけさせればテストのミスも減る、うん、これは大切ですよね、うん、そうですね、これだから日頃のまあ行儀作法とか、うん、生活習慣ですね、はい、これを身につけさせれば成績も上がるよということを、うんうん、受験の神様が書かれている、うん、ということですね、まあ、その他これも全部読めばもうすごい量になるんで、そうですね、いい塾の選び方みたいなことも書いてあります、はい、なので、まあ、今じゃもちろんですね絶版ですから、うん、ネットとかいろんなところで購入される方はされてもいいかなと、うんうん、まあ、勝山先生本たくさん書かれているので、はい、これ以外にもベストセラーありますので、うん、おすすめかもしれません、うん、はい、そして次がこれですね、はい、教育論宮本哲也ですね、呼び捨てですね宮本哲也さんです。でこれはまあ前に中学の算数のところでね言ったかもしれません、はい、中学の算数の、創刊パーティーですかね、パーティーというか、はい、塾関係者、熱心な塾関係者を呼んで、はい、それのお披露目をするって時の、うん、まあ、関西のものに私出たんですけど、はい、その時に前も動画で言いましたけど、宮本先生もですねパズル担当でですね、パズルのページ担当で出てこられて、うん、で挨拶してるのかムスッとしてるのかよくわからないような調子でシャイな方だったので、はい、出てこられた、はい、でその宮本先生が、まあ、書かれた本ですね、はい、これはベストセラーになったと思います、うん、教育論の今日はね、まあ、強いって書いてあるんですね、うん、だからまあ強い子に育てようということだろうと思うんですけれども、うん、でこれ僕はこれ初版本持ってるんですけどもちろんですね、はい、うん、そう2004年がまあ初版第一版なんですね、はい、でこれがもうバカ売れに売れて、うん、これでも編集者の方が名前タイトル誰が付けたのか分かんないですけど、うん、やっぱ編集者の方だと思うんですけど、うん、これ続編も出てますね、うん、次のやつも出てます、まあ、もちろん持ってますけども、うん、書かれていて、うん、でこれはですね、うん、まあ、とにかくまあ一言で言うならば、うん、勉強を教えるなよっていうことが書いてあるんですね、うん、で勉強を教えると子供はダメになるっていうことがまあ書いてあるんですね、うん、
で、まあ、この中身についてはですね、うん、実はあのもう一度あの別の回を取り上げて深く掘り下げたい部分ではあるんですけれども、うんうん、でもあの特に中学受験業界っていうのは、うん、塾がですね教えすぎな部分があるんですね、うんうん、あのとにかく、まあまあ、塾というかですねもっと言うとあの、うん個別指導とか家庭教師の先生とかが教えすぎてる可能性があるんですね、うんうん、なので、まあ、それに対する継承にはなってくれているというところで、まあ、非常に評価したいというふうに思いますね、はいはい、そうですね。それ以外はあの、ね、結構ね極端なことが書いてあるんですよ。めちゃくちゃ極端なので、ちょっとなかなかあの、まあ、それが好きな人は多分受けてですね、うんうん、かなりコアなあの層を獲得したと思うんですけどもあのみんなにですね、うん、これを当てはめるのはちょっと難しいかもしれません、うん、多数派といいましょうか、はい、誰にでも使えることではないような気もしますけれども、うん、あの教えすぎを避けたいという点では、うん、あのいい提言をしてくださっていると思いますね、うん、はい、なるほど、はい、でその次が、はい、次はこれですね、あの河合塾シリーズの心がけプラス習慣でつかむ医学部合格、うん、山口和彦先生ですね。でこれはですね、実はそんなにあの古くないんですね、2020年の本なんです。でも今日どうして取り上げたかというと、あの今までの本はですねもう新刊では多分売ってないんですけど、これ新刊でまだ売ってると思うんですが、あのアマゾンで見ても、あとまあ本と、純駆動とかが入っているサイトですね、で見ても書評がゼロなんですね。ですからこれ多分ねあんまり売れてないんですよ、ということで埋もれちゃってるだろうと思われるので、ここで紹介したいなと思いました、で、まあ、これ河合出版、で、まあ、言ったら参考書じゃないのかと思ってしまうようなね。そうですね、表紙がなんかこのフォントっていうんですかね、そうですね一瞬この問題集かなという、そうですね、うん、分厚さといいね、河合出版って書いてる、まあ、KP って書いてるところを見ても、だからこれ受験の問題集出たの河合がまたみたいな、そうですね、感じで思う感じなんですけども、そうじゃないんですね、これね、これは維新系のチューターとかをされていた、まあ、ベテランの先生が、その浪人生たちをですね、医学部に送り込むときに、まあ、どのような、まあ、面談とかカウンセリングしたかっていうのを、まあ、膨大の量の、体験からもうまとめて書いてらっしゃいますね。そうですね、はい、そしてそういうその、まあ、習慣があったりする、そういうことを、まあ、もういろんな例を通じて論理的に書いておられますよね。だから実に論理的ですね。そうなんですよね。だから心にバンバーンとこう訴えかける言葉を書いてるというよりも、ちゃんと分析されている、あ、そうなんですね。そうですね、だからこれだからあれですよね、河合のあの、医学科進学情報センター長もされているので、だからきちんとまあデータをに基づいて話してらっしゃる、そうですね、という感じです、はいはい、なので、まあ、これは結構いい本だなというふうに思いましたね。そうですよね、はい、で、まあ、特に、ね、医学部とかを目指している子とかは、まあ、自分に自信がもともとあったり、まあ、ない子もいるかもしれないけど、まあ、なんかミラクルな解き方とかね、ミラクルな勉強法で俺はいけるぜみたいに思ってる子が、まあ、いたりするんですよね。そうですね。でもそうではない、まあそういう子ももちろんいますけどね、そうではない、ということを、書いてくれてる、まあちょっと実直な内容なので、そうですね、まあ、だからまあちょっと地味で売れなかったという、売れなかったって過去現しちゃいけないけど地味でちょっと売れてないっていう感じですけど、中身は得るものが大きいと思いますので、そうですね、ぜひ読んでもらえればと思います。そうですね、はい、今回、まあ、とりあえずここの段階で3冊取り上げましたけど、これに共通するものは何かっていうと、この問題はこう解けよとかそんなことは全然言ってないんですね、だから日頃の心がけとか、習慣とか、そういったものを正しなさいっていうことが基本的に書いてある。そうですね、はい、こういうのを読んで思うのが、私がまあ前にあの中堅塾の代表してた時にですね、いろんなあの進学校が主催する塾対象説明会によく呼ばれていきました、でその中で、まあレベルで言うとですね、偏差値的に言うと難関校ぐらい、まあ超難関校ではないところの説明会に行ったら、でその意外とね入る時にはそこまで難しくないのに、進学実績をどんどん出されているような学校なんですけど、そこの進路指導の先生がおっしゃった言葉で、それ以降すごく私も好んで使っているし、ああそうだなって思っている言葉があって、それが態度能力が高くなると受験にも合格しやすい、そういう言葉でした、態度能力っていうのをその時初めて聞いたんですけど、まあ、それはやはり生活態度とかですね、そういうことをしっかり上げていく、すなわち何か約束があって時間があったらそれをきっちり守る、提出物の期限は守る、ちゃんと挨拶すべき時に挨拶ができるとか、そういうまあちょっと勉強と関係ないんじゃないのというふうに思われることをしっかりやるようになれば、それが元になって成績が上がりやすいですということをおっしゃってました。そうですね、でそれはまさに我々の経験
とも一致していて、はい、もちろんですね、勉強って本当に頭のいい子、賢い子は、うん、態度悪くても勉強したら伸びていくんですね、これね、うん、ぶっちゃけたことを言えばね、はい、でもそんなもう本当に世の中のもう超一握りのめちゃくちゃできる子じゃない、うん、それがまあほとんど、うん、大多数です、うん、でそういう大多数の超切れるわけじゃない子でも、うん、ちゃんと勉強したら全国のトップ校に通っていくわけですね、うん、でそれをするには、我々はですね、うん、基本的にかなりハイレベルな、例えば算数や数学や理科ですね、うん、のテクニックを教えるわけなんですけれども、うん、それを吸収するための素地が、うん、その態度能力なんですよね。そうですね、うん、だから我々はこういう、塾を何でやってるかっていうと、もちろんできる限りほとんどのお子さん誰もが合格できるように、誰もの成績を上げるように、うん、めちゃくちゃ勉強できる子だけじゃなくって、うん、それこそ算数大嫌いな子供を好きにして、うん、ちょっと楽しくさせながら、好きにさせて成績を上げて、うん、実力をつけて、志望校を少しでもランクアップさせて、うん、そういうことをまあ我々やってるわけなんですけど、はい、それをやるためには、実はその基礎となるような態度、うん、生活習慣、心がけ、うん、これを上げていくことが有効であるっていうところがあるから、この本をお勧めしたということなんですね。そうですね、うん、だからもちろん技術的なことを上げるっていうのが我々の使命のうちの一つなんですけれども、うん、そのためにもう根っことなる部分が実は大切なんだ。そうですね、ということなんですよね。そうですね、はい、ですから我々の塾に来られたら、ものすごいスーパーテクニックを教えてほしいって言われる方ってまだたくさんいらっしゃるんですね、うん、もちろん教えるんですけども、それを教えたから誰でも成績が上がるわけじゃないんですね、うん、それを吸収するような勉強法ができる人が成績が上がっていくということなんですよね、うん、そうですね、はい、で、それが今日言いたかったことのメインではあるんですが、最後にもう一冊ですね、ご紹介しておきたい本がありまして、それが日本の父グスタス・ポフ、はい、難しいですね、はい、日本の父へグスタフ・フォス先生ですね、はい、ちょっと神様なのかな、これいつもちゃんと言えてるのにちょっとカメラ回ってるとそうね、ちょっと緊張しちゃって、でこのフォス先生は、はい、ですね、前神奈川男子御三家でお話しした栄光学院の、校長先生ですね、元校長先生、神父様なんですけども、でこれ私も家庭を持って子供が生まれるにあたってですね、はい、ぜひ読まなきゃと思って、うん、この本を買ったんですけども、中古ですね、うん、もちろん、はい、でこれ昭和52年の本だと思います、うん、で、タイトルから見てもですね、神父様で、あれですね、海外からいらっしゃった方なんですけども、うん、ちょっと古い話ですね、うん、今はだから父だから母だからっていうような、うん、その性別による、ね、役割分担っていうのがちょっと薄れてきていて、はい、ちょっと時代に合わない部分はあるかもしれませんけども、うん、そういうのをさっぴいても保護者としてどうあるべきかですね、うん、だからいわゆる父性と母性があるわけですけども、うん、父性的なものっていうのはお母さんが与えるっていう状況になるかもしれませんから、うん、その父性の役割を果たす人がどうあるべきかってことが書かれています、はい、もちろんこれ受験に役立つなんてかけらも書かれています、うん、神父様がその生き様としてですね、はい、これが大切だぞということを書かれているんですね、うんうん、ですから、これは皆さんにもお勧めしてですね、読んでいただければと思います。でこれ好評だったのかですね、続日本の父へっていうのも出てます、もちろん私も持ってるんですけど持って読んでますけども、お勧めですので、はい、ぜひ、読んでいただければと思います、はい、でこれ最後にもう一度まとめたいと思うんですけども、我々この塾は、特に私たちはこう考えてますけども、最大の使命っていうのは、子どもたちに受験で合格してもらうこと、うんうん、成功してもらうことだと思っています、はい、でそれこそが我々の使命なんですけれども、うん、その使命を全うするには、うん、実はもっと根っこにある、うんうん、生活態度、生活習慣をちゃんとしたらいいっていうことが実はあるんですと、そうですね、いうことを伝えたくって、この動画を撮りました、うん、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、成績を爆上げしていただきたいと思います。そうですね、今日はここまでです。